こちらの常温塩抜きという機械になります。商品名ハウススプレーといいまして、通常の銅粉による農薬散布とは全く違った手法、常温塩霧という手法で農薬をまく機械になります。銅粉散布と比べると高濃度少量の薬液をハウス中に拡散させるという方法をとってます。ノズルからは超微粒子の薬液が出ますので、こちら水、水分はもうほとんどノズルから噴出されてすぐになくなります。農薬の粉というか農薬の微粒子が飛んでいるという状態になります。でハウス中を微粒子で充満させて、農薬で防除しますので、燻煙や燻蒸に近いようなイメージの方法を、通常の銅粉散布で使う農薬で行うといった手法になります。従来こちらの方法っていうのが銅粉散布に比べてノズルを振る必要がないっていう意味で、非常に省力的な方法っていうのは言われていたんですけれども、農薬登録の数が少なかったので、使用できる農薬が少ない、使用できる機械が少ないっていうことで、購入を検討される方のネックになってました。最近は農薬登録をどんどん進めていこうということで、農薬メーカーさんであったり地方自治体の協力もあり、特にキュウリやナスでどんどん農薬登録が増えている状況にあります。他の作物でもどんどん農薬の登録が増えていますので、今後さらに使い勝手のいい商品になっていくと思っています。